インチョン国際空港鉄道。インチョン国際空港鉄道は、大韓民国ソウル特別市立山区のソウル駅と、インチョン広域市中区のインチョン国際空港に、ターミナル駅を結ぶ、空港鉄道の鉄道路線。単に空港鉄道と案内されることもある。愛称は、エーレックス、エーレックス。国土交通部、鉄道距離表における、正式路線名は、インチョン国際空港線である。 ラインカラーは A、レックスブルー、4号線よりやや濃い水色。国土交通部路線番号2171。国土交通部路線番号2172。2010年12月29日の全線開通後に改定が行われ、一般列車と直通列車の運賃が大きく異なることとなった。当路線の運賃陳率については、直通列車は、 10km までの基本運賃2776ウォンプラス 10km 以上 1km ごとに240ウォン追加。一般列車は 10km までの基本運賃。ソウル駅アオラ国際都市駅は1250ウォン。アオラ国際都市駅インチョン国際空港にターミナル駅は900ウォンプラス 10km 以上。ソウル駅アオラ国際都市駅は 5km ごとに0 0ウォン。 青ラ国際都市駅、インチョン国際空港1、ターミナル駅は 1km 後に130ウォン、インチョン国際空港1ターミナル駅、インチョン国際空港2ターミナル駅は 1km ごとに108.02ウォン追加される。いずれも、50ウォン未満切り捨て、50ウォン以上100ウォン未満は100ウォンに、設げられる。直通列車については、インチョン国際空港1ターミナル駅ソウル駅の、 運賃は、従前の特例運賃を廃止、原則の陳率、蒸気参照を適用したため、14,500ウォンとなった小児半額。この他に、ソウル駅、達山駅、清涼里駅でカーイルの列車へ乗り続く乗客のための連携割引や、航空会社、ソウル駅と真空港ターミナル利用航空会社、提携割引、いずれも7,500ウォン等がある。なお、 直通列車は、首都圏統合料金制は適用されない。一般列車については、従前は、首都圏電鉄と異なり、独自の料金体制となっており、乗り換え割引も全くなかったが、内陸区間のソウル駅県岩駅間の未首都圏、統合料金制が適用されることとなった。なお、2014年6月21日のアオラ、国際都市駅開業後は、 同駅までが首都圏統合料金制の適用範囲となる。青羅国際都市駅園まで乗車する場合、青羅国際都市駅までの運賃に、栄州駅900ウォン、雲西駅1400ウォン、空港貨物ターミナル駅2000ォン、インチョン国際空港駅2300ウォンの加算運賃が加算される。ただし、京葉駅から雲西駅、 空港貨物ターミナル駅、インチョン国際空港駅まで乗車す場合のみ、新料金の方が高くなるため、従前の料金が適用される。なお、2009年7月24日のソウル地下鉄9号線開通に伴い、首都圏電鉄の割引制度と合わせるために、従来75%割引だった高齢者、障害者、国家功労者、公衆実験負傷者は無人に、今までなかった。 青少年割引、青少年交通カード利用時20%割引を導入した。ただし、割引運賃を利用した場合、直通列車には乗車できない。小児半額運賃は、一般列車、直通列車ともに、従前から適用されてきた。乗車する際には、乗車券を購入するか、T マネー、前払い式交通カードを使う。なお、開業当初は、 空港鉄道独自の乗車券を使用していたが、一般列車は2009年7月24日から、直通列車は2017年4月1日から、首都圏で鉄各駅と空港鉄道各駅間を通しで乗車券が購入できるようになった。乗車券は、従来から、ある空港鉄道のみ、利用可能な IC カード乗車券、定期券用、保証金不要、 首都圏電鉄に乗り換え可能な1回用交通カード、用保証金の2種類があり、券売機で現金及びクレジットカード、直通列車のみで販売する。交通カードは韓国で発行されるものの大部分が利用できるが、一部では認識されない場合もあるので注意が必要。直中列車は原則的に列車、座席が指定された。 専用乗車券を購入する必要がある。ただし、県面には印字されておらず、同時に渡される、領収書に記載。なお、2011年7月1日より交通カードでも、直通列車に乗車できるようになった、運賃の5%割引。ただし、事前に登録が必要。乗降時、乗車券、T マネーどもに改札機の読み取り機の上にタッチする、この点は、 他の首都圏電鉄と同様、使用した一回用交通カードは、駅の保証金払い戻し期に投入すると保証金、デポジット変換される。従前は、降車時に、空港鉄道専用乗車券は回収用、投入口に入れていた。もし出る時に乗車券をタッチすると、エラーになる。全線開通以降、ソウル駅、高徳駅、広大入口駅、デジタルメディア式駅、 金浦空港駅、五号線、京葉駅、県岩駅の乗り換え通路に自動改札機が設置された。ここでは、インチョン国際空港にターミナル演習間、各駅入場の場合に加算運賃が減額されるが、それ以外は通過しても、運賃を引き落とさず、運賃計算に影響はない。首都圏電鉄の統一料金制を採用していなかった理由は、 高企業の形態である他の鉄道事業体とは違い、民間資本の鉄道のため赤字を税金によって補填できず、安く抑えられている統一料金制では立ち行かなくなるためである。ただしこれは表向きの話で実際は補填されるイコール価値参照。結果的に乗り換えの不便を乗客に強いることになっている。全線開業後には幾分このような不便は解消されることになる。 2014年6月30日より、乗り入れの KTX は、上級運賃とは別体系となっており、ソウル駅インチョン国際空港1ターミナル駅まで、一般室12,500ウォン、インチョン国際空港2ターミナル駅まで一般室13,100ウォンとなっており、一般室は14,500ウォンの直通列車よりも安い。乗車券や改札も、空港鉄道とは別で、 カーいるのだろう線と同一システムとなっており、カーいるパスも利用可能となっていた。t マネー利用の場合、現金で1回用交通カードを購入する場合は、100ウォン追加、さらに500ウォンの保証金、デポジットが加算される。単位ウォン、小児半額、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。